基本の巻き結びよりもしっかりと結べる二重巻き結びのご紹介です。紐の先端を右にして裏側から回します。左上から右下に交差させます。1周目の下に並ぶようにしてもう一度裏側から回します。回した紐は2本の紐の間から出します。2本の紐の下に並ぶようにしてさらにもう1周裏側から回します。次は3本の紐の下に並ぶように出してきます。一番手前にかかっている紐のすぐ下を左から右に向けて通します。真横にしっかり引き締めます。これで結び上がりです。後ろを見ると3本の紐がきれいに並んでいます。ほどくときは簡単で、一番手前に上にかかっている紐を引っ張るとスルッとほどくことができます。